ガサ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 。皆さんこんにちは、うごめきです。今日は車ぶっ飛ばして長野県組んだりまで来てます。ツーリングの人々が多いですね。今日は長野県のとんでもない山奥に来てまして、秋ならではの昆虫を探そうかなと思ってます。秋になると多くの動物が冬眠の準備を始めますよね。クマさんも今頃冬眠に備えてたくさんどんぐりとか栗とかを食べる時期ですね。そういえばさっき森の中に入った時にクマの糞見たんですよ。このバカでかい糞クマじゃないのこれ。栗の破片入ってない。冬眠に備えて栗いっぱい食ってるから今の時期の。ここクマ多いからな。危ない、クマだらけ。ここにも別の糞がありましたけど、これ絶対クマでしょ。こんないっぱいあるんだったらクマでしょこれ。山ぶどうの実がなってますね。これもクマさんの貴重な食べ物です。クマさんと同じように成虫で越冬するような昆虫は冬眠に備えて食べ物をたくさん食べる時期です。わざわざ長野県まで来たのには理由があって、この山は今の時期すごく面白い昆虫が取れるんですよ。秋になると植物の葉っぱが黄色くなってこうやって枯れ始めますよね。冬は植物も光合成効率がめちゃくちゃ落ちるんで、結構維持費がかかる炭水化物工場である葉っぱを枯れさせて冬に備えるんですよね。でも枯れ葉って意外とタンパク質とか炭水化物とか栄養が残ってるんで、昆虫にとってはごちそうなんですよ。ということで今回は秋になって枯れ葉を食べて越冬に備える昆虫をこの傘を使って取ります。傘って虫取り道具として優秀なんですよね。傘をひっくり返して茂みに置きますわな。でこの茂みをガサガサやると、茂みの中に隠れていた昆虫とかクモとかいろんな生き物がこの傘の上に落ちるんですよ。茂みを叩くと昆虫が落ちるんで、この採集方法をビーティングって言います。叩くビートですね。ビーティングって言います。蜂とか蝶とかトンボみたいに飛ぶ昆虫は取りにくいけど、こういうカメムシの幼虫とかね、飛べない昆虫とかあんまり飛ばない昆虫は取りやすいですね。びっくりした、今あそこら辺めっちゃ獣臭かったわ。牛の堆肥みたいな匂いがめっちゃした。クマの通り道だわ、怖え。ちょっとあの辺で撮影するの怖いから移動しよう。この山ぶどうの枯葉めちゃくちゃいいですね。今狙ってる昆虫はこういう山ぶどうの枯葉を食べるのが大好きなんですよ。広げた傘を山ぶどうの群落の下に置いて、ちょっと奥まったところに入れた方がいいですね。これでここをガサガサするとどうだ。うわカメムシが、めっちゃちっちゃいカメムシが大量に落ちてきました。なんだろうこれ、ヘリカメムシの幼虫だな。狙いはこれじゃありません。あ、くっさ、傘がめっちゃ臭くなった。ここはどうかな。よいしょ、傘をちょっと奥まったところにやるのがポイントですね。ガサ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 、どうだ落ちたか。めっちゃカメムシ落ちるな。多分このカメムシは秋冷幼虫で越冬するので、このカメムシたちも越冬準備をしていたといえばそうですね。これはアジサイですね。アジサイもちょっと狙い目ですね。こういう茂みとかね、なんか虫取れてるかな。これはハサミムシですね。ビーティングやるとハサミムシが結構落ちますね。ハサミムシは落ちるんだけどね、落ちないな、なかなか狙いの昆虫が。ここの枯れ葉とかいそうだな。傘を突っ込むのが大変だけど、なかなか取れないですね。あ、これ山ぶどうだ。山ぶどうの枯葉についてるのが見えるんじゃないかな、下手したら。こういう葉っぱとかさ、潜ってるんじゃない、下手したら。なんとか傘を突っ込んで、あ、さすがにうまくいかんな。こういう葉っぱに潜り込んでる昆虫なんですけどね、こういう柔らかい葉っぱを食べる昆虫なんですけどね。あー落ちてた、いた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 、ちゃんと落ちてました。やった、いい、やった、狙いの昆虫取れてました、やった。これが今回の狙いの虫、チューブマヤサンコブヤハズカミキリですね。もう一匹落ちてんじゃん、やった、もう一匹落ちてました、やった、2匹。これがこの時期9月とか10月ぐらい、秋の時期に越冬に備えてこういう柔らかい葉っぱを食べてエネルギーを溜め込んで成虫で越冬するカミキリムシですね。やった、傘で取れました。コンビニで買ったビニール傘で取れましたよ。なんでこのカミキリムシを取りたかったかというと、このカミキリムシ、カミキリムシの仲間の中でもかなり特殊な形態をしていて、普通のカミキリムシと違って虫が少なくなってくるこの秋の時期に割と簡単に出会える昆虫だから見たかったんですよね。コロコロしてて可愛くないですか、このカミキリムシ。長野県組んだりまで来た甲斐がありました。チューブマヤサンコブヤハズカミキリの名前の由来ですが、コブヤハズカミキリっていうのは体の表面に黒いコブがついていて、お尻の方に特徴的な切れ込みがあるんですが、この形が弓矢の弓を弦に引っ掛ける部分、ヤハズって呼ばれる部分に似てるので、コブヤハズカミキリっていう名前がつきました。で、兵庫県の神戸市にマヤサンっていう山があるんですけど、ここで見つかったコブヤハズカミキリにマヤサンコブヤハズカミキリっていう名前がつきました。マヤサンコブヤハズカミキリは日本海側を中心に広く分布してるんですが、北陸とか岐阜県、長野県、新潟県あたりに生息するマヤサンコブヤハズカミキリは、西日本に生息するマヤサンコブヤハズカミキリとちょっと形が違うので、マヤサンコブヤハズカミキリの中部地方亜種ということで、チューブマヤサンコブヤハズカミキリっていう名前になりました。早口言葉みたいですよね。こういう葉っぱとかすごい狙い目ですね。地面に落ちてる葉っぱよりちょっと宙に浮いてる葉っぱの方がチューブマヤサンコブヤハズカミキリいるんですよね。
あ、落ちた。やった、取れました。チューブマヤさんコブヤハスカミキリ。この触角の長さはオスですね。枯葉を食べるという生態ですから、枯葉に擬態してますね、完全に。これを目視で見つけるのはかなり難しいですよ。コブヤハスカミキリの仲間の一番の特徴は羽が退化していて飛べないことですね。だから虫取り網じゃなくて傘に落とすだけで取れるんですね。この奥の枯葉とかいそうですね。刺激しないように慎重に傘を潜らせて、あー、いた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 。狙い通り落ちましたよ。巨大なオスが潜んでました。やっぱりコブヤハスカミキリはかっこいいな。この植物ヤグルマソウって言うんですけど、ヤグルマソウの枯れた葉っぱによく潜ってるんですよね。手で握って硬いのが当たったら当たりなんですけどね。いませんね。まあ頑張れば傘を使わなくても取れますね。傘を使わないとかなり非効率なんですが、虫がどういうところに隠れてるかっていうのを知ることができますからね。これとかめちゃくちゃいそうだもんね。やったやっぱりいた。葉っぱの中に隠れてくるまってるんですよ。コロコロしてて可愛いんですよね。あ、落ちちゃった。落ちると枯葉に混じって分かんなくなるんですよね。これは体がずんぐりむっくりしていて触角が短いのでメスですね。皆さんがイメージするカミキリムシとは見た目が全然違って特殊ですよね。コブヤハズカミキリの仲間はとにかく飼育が簡単です。水分と柔らかめの枯葉があれば生きていけますから、 2,3 匹持ち帰って飼育しようと思います。メスが丸っこくてコロコロしてて可愛いんですよね。山ぶどうはクマさんの大事なご飯です。一粒だけ、あー、二粒取っちゃった。あー、すっ酸っぱいわ。むちゃむちゃ酸っぱい。で、山ぶどうの枯葉はチューブマヤさんコブハズカミキリの餌としてもらっていきます。この枯葉もいかにもいそうだな。いても落ちちゃうんだよな。あー、やっぱりいた。ここいそうだなって思ったところには高確率でいますね。これも丸々と太ってて可愛い。もう皆さんわかりますね。これはいかにもいますね。多分ね、この葉っぱの裏にいますね。あ、いましたね。マジでこんな感じで見つかるんですよ。今葉っぱかじってましたね。この葉っぱの穴がチューブマヤさんコブハズカミキリがかじった後ですね。カミキリがかじった後はヘリがギザギザしてるんでわかりやすいですね。この葉っぱに逃がしておいてあげよう。多分この葉っぱの中もいますね。なんか傘で取るよりもこの葉っぱいそうだなと思ったところめくった方が簡単に取れますね。あ、いた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 。落ちてきた。手に乗った。宝探しみたいで楽しいですね。あ、落ちた。一回落ちるとマジで見つから傘で取るのがアホらしくなってきたな。こういう山ぶどうで探すときは傘の方がいいかな。なんかいろいろ虫が落ちてきたな。これ森平田ゴミ虫だね。あとはハサミ虫とか。いや、全然傘取れねえじゃん。やっぱ見つけ取りの方が楽だな。あれとか絶対いるでしょ。あー、ザトウムシだ。ザトウムシが出てきた。あー、カミキリムシいなかった。これは絶対いますよ。あ、いないね。あ、これは絶対いる。あ、いないわ。あ、でもこれだったら絶対いるわ。こっちに入ってる。絶対入ってる。クチキウマだ。珍しい。産地性のクチキウマですね。コブヤハズカミキリより珍しいかもしれない。これだったらいるわ。いないわ。いて。やっぱ傘の方が取れるわ。ヤグルマソウこうやってガサガサやると、あ、ほら取れた。今のはいるだろうなと思ったところをやっただけだから。ルッキングでも傘でも同じだね。傘を使ってもいいし自分の目で見てもいいし。これもでかいね。メスだね。今道路になんかいたな。やばい、今ミヤマクワガタがいた。あー、いた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 。何やってんのお前めちゃくちゃ面白いことしてんだけど。ミヤマクワガタがミヤマクワガタの惹かれた死体をもてあそんでる。何やってんの、マジで何やってんのこいつ。面白い。こんなことあるんだ。かわいそうにね、ここ道路だからさ、車がよく通るんですよね、ここ。それでミヤマクワガタが引かれちゃって。マジでこれどういう行動なんだろうね。うわ、すげえ。相手はとっくに死んでるのに。でかいオスに勝つための練習。このでかいオスが好きだったメスを寝取ったから。もう十分か。十分戦ったか。満足そうに歩いてんな。そっち行くと引かれるよ。上に柳の木があるから、この木にミヤマクワガタがついてたんでしょうね。多分枝先で戦ってた2匹が地面に落ちてたまたまでかい方だけ引かれてしまったと。で、死んだことに気づかないこいつはもう動かない相手をボコボコにしたと。多分そういうことなんじゃないかな。じゃあこいつも引かれたらかわいそうだからね、茂みに逃がしてあげます。さよなら。これ真ん中の枝から樹液が出てんな。見えるかな、スズメバチがいるんですよね。多分あそこにミヤマクワガタがいてこの地面に落ちたと。これもかわいそうだけどこっちに置いとこう。いや、ちょっと待って、あのスズメバチ取れるかな。あー、取れない。片手じゃ無理だわ。カメラ置いて撮りました。これ茶色スズメバチじゃん。結構珍しいスズメバチですね。これは黄色スズメバチの巣を乗っ取って黄色スズメバチを奴隷にするスズメバチですね。取れました。頭部と胸部が茶色いですよね。だから茶色スズメバチって言います。似たようなスズメバチは他にいません。茶色スズメバチは昔は幻のスズメバチって言われてたんだけど、最近結構増えてるんですよね。僕はいらないんで逃がします。逃がしましょうか。さよなら。思わぬ収穫がありましたね。あー、気持ちいい。やっぱ山に行った帰りは温泉入りたいよな。ここは貸し切り温泉ですわ。これであとは帰ってビールかっくらって寝れば最高だわ。